米国での定時上でのダンスのオフラインコンサートの許可は、クポップファン全般、特に過去2日間の7人のハイプ少年のファンのホットな話題です。ジョングク防弾少年団とジミン防弾少年団が交代で体を見せた瞬間から。VBTS は、エキサイティングな音楽的な雰囲気の中で、妖精のようなビジュアルやファンとのグループの爆発を披露しました。防弾少年団のコンサートの特殊文字のイメージは、ファンコミュニティを非常に興奮させました。すべてが BTS の印象的なカムバックを作成しました。しかし、11月28日の2回目のショーの終わりには、観客の中に座っているキャラクターがまだ脚光を浴びており、防弾少年団のパフォーマンスビデオと同じくらいバイラルを生み出しました。防弾少年団は世界的に有名なグループであるため、グループのファンが子供から大人まで多くの年齢に及ぶことを理解するのは難しいことではありません。祖父母もいます。コンサートの最後に、ファンが防弾少年団の演奏を注意深く見ている、アーミーおじいちゃんの写真を共有しました。言及する価値がある、この、古いファンはまた、彼の手にグループメンバーの名前を持つファンチャントを持っており、いつでも BTS を応援するためにアーミーに参加する準備ができています。写真を共有したとき、ファンはこの、MR.ARMY の可愛さを囁くしかありませんでした。コンサートに出席した別のファンも、妻と一緒の老人も防弾少年団のファンであると共有しました。彼は、グループをサポートするためにファンチャントを叫ぶときに2人が混乱しないようにこれを行いました。MR.ARMY の、かすかなイメージについてのネチズンのコメント、65年後の私のイメージ。愛する年齢も、称賛する年齢も、他の誰かを称賛する年齢もありません。老人はとても血まみれです。ただ見て、学んでください。これはおそらくそのコンサートの2日間の最高の写真です。私たちはあなたを愛してます。防弾少年団のファンは、全員15歳だと誰が言ったのですか。良い音楽、多くの人がそれを好きです。彼はとても可愛いです。彼は髪さえ持っています。失神。私は軍隊ではありませんが、この画像は私を泣かせます。防弾少年団が他の外交官にはできない外交活動をしているのを見て、海外に長く住んでいたせいか、泣きました。多くの年配のファンが BTS のコンサートをサポートし、参加しているという事実は、アーミーコミュニティではすでに普通のことです。多くのファンには、彼らと同じファンダムを共有する母親と父親さえいます。これはまた、BTS の音楽がすべての年齢のリスナーの心に触れることができる魂を癒すメロディーであることを示すのに十分です。彼らの音楽の旅で BTS に同行する古い軍隊のいくつかの写真をチェックしてください。すべてのビデオをご覧いただきありがとうございます。このイベントについてのコメントや個人的な意見を残してください。もう一度ありがとう。